おはたこはどうもミエリエです。それでは早速サーナマル続きをやっていきたいと思います。それでは早速ね、戦場に行ってみましょう。出陣する。さあ、それでは前回ね、若巫女合戦をやっていきまして、北条と徳川がぶつかる戦で、北条側として徳川軍と戦ったんですけど、今回は黒駒合戦ということで、逆に北条を見限り徳川にねついて戦うということで、正幸さんのね考えがまあ結構コロコロね今変わる感じで、正幸さんが、まあ、何を考えてるのか、まあ、表面上ではねコロコロ変わっているんですけど、その根元の部分で正幸さんはどういう思惑なのかっていうのが、まあ、まだちょっとね分かりにくい感じなので、そこをね確かめるためにもやっていきたいと思います。黒駒合戦。北条を見かける父、正幸に戸惑う兄弟、真田の動きに合わせ徳川が反撃を開始する。まあね、やっぱ池村さんも信行さんもやっぱり戸惑うよね。お、信行さん、この手で守ってみせると。お、稲姫なんだ。稲も続きます。まあ、後のね。次の一手、旗持ち兵を偽情報でかくらん、貝姫を鳥居元忠で足止めと、木曽義政の寝返り。おお、まあ木曽さんはね前回真田と提携を結んでたので、秘密裏に、まあそれがってことかな。手柄ミッション、両家の花道を2分以内で達成。なかなか大変そうだな。なんか風魔小太郎無双撃で撃破、真田軍武将で貝姫を撃破、徳川軍武将で早川殿。なるほど、じゃあ信行さんで貝姫を倒して、でって稲姫で早川殿を倒さないといけないと。なるほどね。それではねやっていきましょう。全武将、真田軍、まあ徳川軍、真田軍はこのような感じで、北条軍がこんな感じ。何気にあれじゃない、徳川と組むのは初めてかな、真田さんたちが。それではやっていきましょう。これより我らは徳川殿にお味方する。まずは徳川軍と合流するぞ。ミッション、真田正幸と徳川家康を合流させよう。まあ、とりあえず旗持ち兵を倒していこうかな。真田が北条と戦おうとしている。どうやつらだ、まさかに真田が、これは罠。とにかく今は戦いに集中しないと。徳川軍との合流承知しました。ではまず目の前の敵を蹴散らさねば。ボーナスミッション、お、3分以内来た。真田正幸と徳川家康の進路を確保するため、時間内に敵兵を撃破せよ。これは本当に旗持ち兵を早く倒さないといけないね。ということで稲姫さんにここの旗持ち兵に行ってもらいましょう。旗持ち兵の支援で敵は士気旺盛ですな。次行って、上杉が盟約を破り攻めてくるとの噂もありません。上杉が攻めてくるそうじゃ、ここは逃げるに限る。 OK、 北条軍の旗持ち兵、上杉進行の技法に騙されてたい。あ、結局撤退したんだ。王城の兵も戦に相手いる。一決を待てば崩れるのは早かろう。あれは宇治郎さん、真田か。真田は実に世を働いてくれとるの。真田はこちらを攻めているさ。なんじゃと。北条氏直殿は
本陣を固く守り打って出る様子はございません。徳川の捨て身の攻撃に臆したようだな。数では未だ優勢を保っておる。あとはやばいな、200人いけるかな。時間がね、意外と敵兵がいないっていう。まあでもあとちょっとはね、ここら辺の倒せば、あ、いった、よかったよかった。これで少しは楽になるか。イナの弓から逃れられません。いや本当強いこの奥義。道が開けた。では家康殿と合力するといいます。真田のな、怪我さずに済んでよかった。オッケーオッケー、いいんじゃない。なかなか OK、 合流した。正幸殿、これはいかなる試技か。真田は徳川殿にお味方いたす。今はそれでよろしかろう。詳しい話は後ほど。確かに詮索しておる一駒はない。真田と共に北条を討つ。攻めかかれ。開門開門。風魔小太郎撃破だよ。これ確か無双撃だったよね。真田を信用して良いのだろうか。あなたはどう思います、忠勝様。何があろうと殿をお守りすればよい。真田の去就など取るに足らぬこと。本当に引き込んだ。やち者は伊那の弓から逃れられません。こたびの変身、父上のお考えが余計わからなくなりました。北条では徳川をこそ頼むと父上はそうお考えになったか。OK、いいね。やはり海こそこんなといい。開門。真田が徳川と組んで王城を裏切った。草根、てめえらには地獄すらぬるいわ。来たわ、はい、決め。海姫の徳川本陣への侵入を、わあマジで下から出てきたのか。ちょっと待って、なんだっけ、手柄。海姫は真田軍武将だから信之さんに外観できないのかね。もう奪われては元も子もない。敵を近づけさせるわけにはいかん。次の一手。家康様、後方の抑えはお任せください。ああ、元忠さん、さすが。戦場に到着。海姫の進軍を妨害。うがー、今の私の邪魔をすんじゃねえ。私も出ます。海と連携し真田の本陣を目指します。開門。早川殿来た。早川殿か稲姫で倒さなきゃいけないんだよね。早川殿の真田本陣への侵入を阻止せよ。なるほど、じゃあ稲姫さんに早川殿に行ってもらおう。父上、真田本陣が狙われております。真面目そうな顔してやることえげつないのね。
見た目によらないというのが態度も同じではありませんか。ちょっと待って、あら、あんたはさらに私を怒らせたいの？正幸、王城を見限ったか。よし、我らも徳川に味方するぞ。木瀬義政寝返り、北条軍と敵対。真田に続いて木瀬まで、このままじゃ宇治直が危ない。開門。義政と協撃して北条の援軍を潰すぞ。徳川本陣もらった。このまま徳川も真田も追い散らしてやる。全然回避が止まらなくて結局止められなかったよ。せっかく真田のな、怪我さずに済んで、せっかくここまで退治したのにそのまま無視して入られちゃったな。次は絶対勝つ。これで少しは楽になる。出過ぎです。自重されよ。自重されよ。やばいやばい。いいな。偉人とて功を焦ってはならぬ。この後勝利のため、我らは力を尽くせないよ。はい、父上。肝に銘じます。よし。おわ、強っ。いいね。出てて、やばい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 、やられるやられる。成田さん、見事な働き。お主こそ我が宝よ。ほら、オッケー。危ねえ。本陣は守り通しました。押し返しましょう。記念聞かせてもらう。お見事にござった。オッケー。真田の名、怪我さずに済んでよかった。なんという強さよ。さすがだな。だが無理はせず。相手ではなかったか。ユキム、感服いたします。よし、続けていきましょう。フラツです。いやー強い。強いね、イナ姫も範囲が広いし、全体的に攻撃が。あとは私に。ガチモノは皆の弓から逃れられません。痛い痛い。タイもシナノも北条のもの、徳川などに渡してなるものか。相手にとって不足なし。隙にはさせん。ほらなあ、これで少しは楽になるか。オッケー。敵将撃ち取ったり。いや強いね、野口さん。怪我さずに済んでよかった。めちゃくちゃ使いやすい。時には引いて見せねばならん。オッケー。あとはもう残りのね、武将を。いてててててて、いてててて、騎馬隊がすごい倒しながら。フラッツです。じゃあめっちゃ強いな、ほんと。出ました、イネ人の著作猛進。くないっすか。さすがだな。だが無理はする。オッケー。クラチモノ、イナが成敗いたします。
せてもらう。諏訪さんか。誰か助けてくれ。生き延びることをお望みか。なら己が知略を尽くすしかあるまい。我が光明となってもらおう。あれもなかったっけ、手柄。いてて大丈夫だね。よし、じゃあ決めましょう。決めていきましょう。オッケー、勝つまけなさい。行くぜ。あ、ほんと強いこれ。イエーイ。みんな奥義がちゃんと強いからいいね。勝てたか。これもお主のおかげよな、正幸殿。恐れいる。家康殿のお力になれたのなら何より。ふう、さま、千木様、どうするんでしょう。まあ、そっかね、一つ貝姫がねのやつを失敗してしまったけど、達成。いいよ。そして六文銭をね、できるだけやっぱ貯めておきたいから。いいね、いいね、マックス。正幸殿、お味方痛み入る。何の信濃を託せるのは家康殿のみと見込めばこそ。どうか信濃の国衆をお導きくだされ。過分なお言葉を恐れいるが、ご信頼には応えられるよう相努めましょうぞ。さて、早速で申し訳ないが、無心したいことがございましてな。ほう、正幸殿のこたびのお働きには何をもって報いればよろしいかな。城を一つ建てていただきたい。城、欲が過ぎては身を滅ぼそうぞ。忠勝、上杉への押さえとなる城でございます。上田の地に堅固な城があれば、我ら真田、上杉より徳川殿をお守りする盾となって働けましょう。よかろう、手配いたす。ありがたき幸せに存じます。戦場での寝返りなど物の譜としてあまり褒められた行いではないのではありませんか。お言葉ごもっともですが、我らがお味方せねば徳川殿は窮地に立たされていたのでは。その通りです。だからこそ愉快ではありません。ご無礼を申しました。失礼します。兄上、今の方は確か本田忠勝殿のご息女の。そう、稲殿だ。卑怯な振る舞いだと叱られていた。それは返す言葉もありません。雪村。兄上、我らはこれで上杉も北条も信濃から追い出された。は、はい、それは確かに。それが父上の狙いであったとしたら、次は。おのれ、真田正幸、いくら氏政様がお人よしで普通の人間だからって。これもまた乱世の習いか。ところで甲斐、今何と申した。このままじゃ怒りが収まりません。氏政様、真田に鉄拳制裁を。これでまた真田を攻めても相手の思う壺のような気がする。え、どういうことですか、姫様。はっきりしたことは言えないのだけど、こんな時お父様ならどうなさるかしら。父上なら関東の秩序を乱す者は許しておかぬはず。
やはり心を鬼にして真田を討伐せねばなりますまい。はい、宇治政様、やってやりましょう。徳川軍は黒駒合戦に勝利、北条軍は信濃から撤退した。信濃国衆が次々と徳川に味方したからである。神々、それも真田昌幸の裏切りに端を発することであった。そんな真田を北条が放置しておくわけはなかった。果たして沼田城に北条氏政の大軍が攻め寄せる。沼田はかつて真田が北条から奪い取った地であった。今は正幸の叔父矢沢頼綱が沼田城を守っていた。沼田は我ら兄弟で勝ち取った地、こたびも我ら二人で守り抜いてみせます。頼んだ、わしばちと準備することがある。用意ができ次第駆けつけよう。あっ、真田、沼田はは沼田は守り通してみせます。ということで、次は沼田防衛戦、そして小牧長久手の戦いがありますと。天正神武の乱、まだまだね続きますね。それでは今回はここまでということで、いやちょっとね、まず、まあ、北条軍もね、北条軍で話がねいろいろ見れて楽しいんだけど、まあ信行さんと稲姫の今後のねちょっと絡みにも、お話のね絡みにもねちょっと注目しながら見守っていきたいですね、この物語を。それではまた会えたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。奇跡だ。